というわけで宇都宮駅前に着きましたけど、はい早速やってこうね。やってこう、めんちゃん。おさらいだけど、うん、ミントのことを可愛がってくれた人とか、うん、ミントに挨拶してくれたワンちゃんの飼い主さんに、はい、栃木の名物だとか観光名所を聞いて指定されたところにこれから我々行くという感じです、うんうん、栃木のおすすめの観光名所はどこですかっていうのか、うん、栃木のおすすめの名物は何ですかと、うん、はいはいはい。でどっちかしか聞いちゃダメ、ママは。あー、わかりました。だからビンゴを狙うにあたって場所を狙いたいのか、うん、食べ物とかを狙いたいのか、うん、っていうところをこの質問文で使い分けてください。はい、わかりました。早速宇都宮駅前をスタートにしてミン散歩始めていきましょうか。もこもこビンゴ旅開始。イエーイ。どこ行こうかな。あっち行く？あっちの方行ってみる？あっちが行きだもんね。そこで待ち伏せ？ここで待ち伏せ。待ち伏せ作戦とかあんだ結構ね、みんちゃんとパパのこと待ってる時とかに来るパターンあった。あー、いつも？じゃあこうやって止まってて、うん、触りやすいですよっていう状態にしておくんだ。そうそうそう。なるほどね。で最初は何狙うの？場所か名物か。今お昼時なんで、うん、ちょっと食べ物行きたいな。なるほどね。はい。お腹どう？あ、あれ？こんにちはって。こんにちはって。小さいのなくなっちゃったの。そうなんですね。栃木の方ですか？栃木だよ。すいません、栃木のなんか名物とかって何かおすすめありますか？宇都宮は餃子だよね。あ、やっぱ餃子ですよね、やっぱね。なんか有名な店ってあるんですか？なんかみんなよくそこ並んでるよね、その突き当たりの。突き当たりの浅井看板だとかですか？ちょっとじゃあ行ってみようか。ありがとうございます。バイバイって。バイバイって。ミントさん、早速。待ち伏せ作戦大成功じゃん。お手柄だ。びっくりした。ということで今聞こえたかな音。やっぱり宇都宮餃子でしたね。そうでしたね。やっぱりおすすめのお店まで教えてもらったから。土日いつも行列してるよとのことだった、ね。すごい楽しみなんだけど。はいですね。なんか赤い看板とかって言ってたよね。うんうん、うん。あれかな？待って、赤い看板の餃子いっぱいあるんだけど。宇都宮餃子屋だらけ問題。じゃあミント、うん、赤い看板のお店をおすすめしてもらったから、うん、あそこにある天満餃子っていうお店と海屋さんかな、なんて読むかわかんないんだけど、うん、その2択でミントに選んでもらおう、どっち行くか。そうだね。じゃあママの手におやつを入れて、うん、ミントが右手を選んだら、うん、海屋さん、うん、で左手を選んだら天満餃子っていう感じで、うん、やってみようか。そうだね。さあ選んで、ミント。ミント、待って、どっち選ぶかな。パウ、こっちだこっちだ。ママの左手を。こっちだ。犬パンチしたね今。犬パンチしたね、上手に。はい、じゃあこっちも上げる。選んだのはママの左手だったね。そうだね。ってことは天満餃子さんだ。はい。じゃあ天満餃子で宇都宮餃子買ってこよう。イエーイ。ミントは食べれないんだけどね。にゃにゃにゃ、痛い痛い。買ってきたよ。ありがとう。宇都宮餃子。ね、すごい人気店なのここ、やっぱりさっきのおばあちゃんのさ、うん、口コミは正しいよ。あそこのお店でじゃあ合ってたんだ、ね。そう。しかもさ、ここ人気店でさ、トレンディエンジェルの斉藤さんのサインがあった。そうなんだ。サインとかあるタイプの店。あったよ。あとヤクルトの池山。わかんない俺が世代すぎるんだけど、多分見てる人の中にも世代な人はいるかもしれないけど、ヤクルトの池山のサインもあったわ。びっくりした。どうかな、お味は。美味しそう、こんがり焼けてて。めちゃめちゃ熱いのよ。いただきます、みんちゃん。ありがとうね、選んでくれて。ミントも匂いだけ楽しみなさい。楽しみなさい。美味しそうって顔で見てるいいなーって。どう、お味は。うーん、うん、うまい？これやばいよ。やばい？
中の味付けがさ、うん、美味しすぎてさ、タレいらないぐらい。いらないぐらい美味しいね。うん、うわ、これさ、うん、一緒にビール飲めないの拷問じゃん。本当だよ。運転するから。なんて言うんだろう、もうスープみたいになってる、ね、味が。本当に、スープ飲んでるぐらい味するし、ジューシー。うん。めちゃめちゃ幸先のいいスタートですね。1個目の穴が開きました。宇都宮餃子という。素晴らしい。じゃあまた次のマスを埋めるために歩き出そうか。何狙い次は。あ、でも観光名所行きたいね。観光名所、うん、じゃあ次は栃木のおすすめの観光名所を教えてくださいって聞くんだね。そうですね。 OK。 脱げてる脱げてる急いで取り行った。靴拾ってきたな自分の。脱げてたよ。脱げてたね。あら、履かせなきゃ。危ない危ない。よかったね、挨拶してもらえて。いや、ありがとう。栃木の方でしょ。あ、そうです。すいません、栃木のおすすめのなんか観光名所とかって教えていただけますか。わぁ、高い。東照宮。東照宮。東照宮、うん、行ったことないもんね、まだね。そうだね。東照宮行ってみようか。行ってみようか。よかったね。もう人間が好きなんですね。どうもありがとうございます。よかったね、みんな。みんなお手柄すごいんだよ、だってね、うん、みんちゃんが可愛すぎて、さっきの子たちね、一回通り過ぎたんだけど、ってずっと振り返ってて、うん、ミンちゃんがずっと目合わせてたから戻ってきてくれたの。すごい。じゃあミントがずっと目を合わせることで引き止めたんだ。そうなの。偉いぞミント。ミンちゃんのモコモコ力だよね。モコモコ力すごいな。人間を引き寄せる引力だ。ミントが聞き出してくれた日光東照宮に次は向かいましょうか。向かいましょう。よし、ついに宇都宮駅前を脱出だ。非常に順調な滑り出しです。宇都宮駅前で2つ穴を開けるというね。素晴らしいよね。今ビンゴの表の身長がどんな感じ。宇都宮餃子も日光東照宮もね、うん、それぞれ角だったんですよ。おだからあと3つ、うん、ここの欄が開けばもうビンゴして帰れるっていう、めちゃめちゃねいい状況ですよ。しかもその中の1個ママが気になってる耳うどんあんのよ。おだからうまいことちょっとどうにか耳うどんって言ってくれる人がいたらそれ狙いたいんだよね。耳うどん言いたそうな人探そう。むず。耳大きい人とかわかるかなその辺。ミント着いたよ。着いたよ日光東照宮に。なんかさ、うん、この森っぽくなってるからかわからんけどちょっと涼しいね。なんか空気が澄んでるね。そうなの。気持ちいい、すごい気持ちいいですね、ミントさん。なかなか迷いないんだよな、なんでか。すごい体力だ。大きな階段もものともせず飛んでくウサギちゃんだ。ウサギちゃんすごいね。すごいすごい駆け上がった。東照宮到着。すごいミント。犬の料金もいるのかな。犬無料って書いてあるけど。犬でよかった。よかったよね、ミント。抱っこして見せてあげよう、ミントにも。ミントこちゃん、綺麗だよ。ミントちゃん、ミント、来た。あれはかの有名な犬だろだ。すごい。ミントちゃん、あの写真は絶対撮りたいね、あなた。同じポーズで撮りたいよね。ねすごいね。金色だよ。ねえ、出てるね。すごい。今もう JR 東海の CM みたいになってるよ。そうだ。栃木行こう。
いいね。そうだ、栃木へ行こう。流行るかもよ。世界不思議発見みたいだよ。いや、ほんと？ちょっと撮っていい？世界不思議発見みたいなの。あ、じゃあ、はい。よく不思議発見であると思うんだけど、うん、上見上げてて。で、これをさ、こういう映像ない？世界不思議発見って。見れないんだけども。こういう映像。見たいな。こういうのない。ちょっとやりたかっただけなんだけど、伝わったかな？世界不思議発見っぽさ。さて、ここでクエスチョンです。眠り猫が。あ、眠り猫。眠り猫見に行こう、ミント。猫行きます。いた。裏側には眠り猫だけじゃなくて、2羽のスズメの彫刻もあって、子猫が安眠して、スズメがその戯れてる様子から、強いものが弱いものを虐げることのない共存共栄の平和な世の中を表現していると。ミントはもう共存共栄の象徴みたいなもんだもんね。だからそういう意味では東照宮に掘られててもいいのよ。眠ってる猫と走ってるミント。共存してるみたいな。それでなかなかご挨拶できるワンちゃんいないね。なかなかいないね今回ね。誰か僕のこと可愛がってって。なかなかちょっと会えないから、うん、参道をもうちょい行きしてようか。そうだね、参道はやっぱり人多いから。ここね、人通りやっぱ一番多い気がするよね。ね、挨拶待ちしよう、ここで。こんにちはーって。こんにちはー。観光の方ですか？はい。栃木のこと調べてきてないんですけど、なんかおすすめのグルメとかってなんかあります？湯葉はなんか有名みたいです。湯葉か。なんか調べると出てくる。食べてみようか。ねえ、湯葉料理か。よかったね、遊んでもらえて。いや、ありがとうございます。よかったね。ということで湯葉だって。でも湯葉めっちゃ食べたいね。しかもビンゴ表にもあるし、うん、素晴らしい。素晴らしいね。ちょうど食べたかったし、うん、ビンゴの穴も埋まるという。本当に今のところさ、ちゃんとビンゴ表に出てるものがさ、出てる。ちゃんと出てきてるね。ありがたい話。素晴らしい。この辺のさ、通ってくる道とかにも見かけた気がする。あ、本当？湯葉の看板あった？うん。マジか。じゃあちょっと見つけて行ってみようか。行ってみよう。やったー、楽しみ。お腹すいた。さあ、湯葉を食べに来ましたよ。来ました。サンフィールドさん、はい、湯葉料理サンフィールドさんですね。なんかこういう湯葉御膳があんだね。そうそうそう、これがすごいリーズナブルで美味しいみたいなんで。めっちゃ楽しみ。面白い名前だよね、サンフィールドって。ね、多分日光だからかな。ってことだ。サンフィールドね。いざ入店。次は、うん、ミントの出番よ。次の目的地をミントに決めてもらわないと。そうなんですよ。時間的にもう閉まってるからさ。もう6時だからね今日。そう、移動だけして、まあ、その周辺でどこかちょっと泊まれるとこを探して、うん、朝一で観光に行こうかなと。なるほどね。明日朝一で行くところを今日のうちに決めといてもらうと。そうなの。なるほどね。でも人があんまりいないねこの辺ね。これなかなか挨拶するのは大変かもしれないな。やばいかもしれない。この辺、この土地はやばいね。こっからはちょっと気長な感じになっちゃうのかな。今日一番人がいない場所だ。なんか言ってる間にさ、東照宮の近くまで戻ってきたね。逆に人増えてくるかもよ、もうここまで戻ってこれたんなら。本当？あそこさ、フォトスポットの橋じゃん。確かに。あの先。あそこら辺でブラブラしてたらさ、誰かしら来んじゃない？橋をじゃあ。うん。待ち伏せスポット。そう、橋を待ち伏せスポットにしよう。うわぁ、景色綺麗。見てごらん、この景色。すごいね。ほら、綺麗。うわぁ。カレンダーじゃん。
ここで待ってたら人来るかな、ミント。いろいろ。ちょっとミントの魅力で引き寄せて人を。ミントはもうここで休んでんのね。でもこれも可愛いから人寄ってくるかも。ミーン。観光の方ですか？私もなんか観光できたんですけど、おすすめの観光スポットとかなんかご存知ですか？東照宮だけ行ってきたんですけど、あのお庭があって動物園のお庭、仁王寺の目の前が宝物殿、そこの横にお庭があってね。そうなんですね、うん、そこはちょっと行ってなかったからちょっと行ってみようかな、うん、いやちょっと骨太です。結構みーちゃん何キロぐらいある？6キロぐらいあって、でもなんか見た目よりは軽いねって言われるんですけど、モコモコなんで。そうなんです。すいません、ありがとうございます。パパをちょっとみんちゃんと待ってたんですけど、その間にこの東照宮のすぐ近くのお寺をおすすめしていただいて、ビンゴにないんですけど、輪王寺そうの中の施設。輪王寺ってさっき車止めたとこじゃん。そうなの、だから本当にすぐそこなんだけど、うん、じゃあ明日野菜地でその輪王寺に行って、うん、また挨拶を始めるって感じか。そうだね。じゃあとりあえず今日はこの辺で泊まって、うん、明日の輪王寺に備えましょうか。備えましょう。ちょっとこの後どうする？お風呂入りに行こう。そうだね、俺らはじゃあ風呂に入って、うん、その後野営の場所を探すか。探しましょう。いつもと同じように車中泊でございます。はい、頑張るぞ。いた